皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモン不思議のダンジョン急所だデラックスやっていきましょう。現在はリザードンから話が聞ける内容のストーリー追加の部分はないんですけど、あれメンバー一匹になってる。清らかな森と幸せの塔はどっちを先に行くべきなのでしょうか。あれどっちを先に行くべき？迷う。ここで違いがあるとしたら5レベルからのスタート、道具の持ち込みは持ち込めないは分かります。仲間にできる見通せない分かります。メンバーの数1匹まで、3匹まで、3匹までの方がいいのかな。ちょっと待って、これだとメンバーの選出を頑張らないといけないですよね。ちょっと確認しに行こう。なんかいいのいるかな。きたー、鬼船長ゲット。よし決まり、スキルリンクパルシェンで行こう。この子に決めた。こうなったら森じゃない。注意、このダンジョンに行くには特別なルールがあります。お金や道具持ち込めません。仲間一匹だけです。一時的にレベル5からです。はい、これだって初めて使うけど、とりあえずね。で、持ち込めないだからもうしょうがないよね。だって持たせられないでしょ。ほら、持たせられないでしょね。ここも出発するしかないよね。預けてしまいますがよろしいですか。これしかないもん。失敗したら失敗したでまた次回に生かせばいいのです。一匹だけやで。よし、じゃあ頑張ろう。多分荷物持ってった方がいいよね。あ、オーラリーブだ。これで進んでいくしかないよね。で、ネットを覚えますっけ。多分ね、まだ見えるようにしてた方がいいな。怖いですもんね、なんかあったら。で、あ、やっぱ覚えないよ。ほぉ、困った。アイテムは取っていくべきですよね。お、来た仲間。密集人権持ちだって。最初のうちにあれかな、回って、あ、倒れる、倒れない。最初のうちに回ってアイテム取った方がいい気がするんで、ちょっと回ります。多分レベル低いの最初のうちだけですよね。お腹は空いちゃうけどもうしょうがない。決めそう。ハイドロポンプ、オーロラビームの方がいいんだ。レベル5なんだけど、みんな来てくれるのが嬉しいね。相手レベル10だよ、おかしない？確かに。リフレクター枠が、あ、来た来た。鬼成長で6年瞬速の種、端っこも見た方がいいよな。とりあえず見てよかったですね。で、敵はできるだけ倒していった方がレベルが上がりやすいから倒します。そう
することでカルシェンが成長する。よし。え、まだいるの？行こう。何階まで上がれるかは分からないですけど、とりあえず99階フロアだからこそ頑張って行ってみたいなと思います。使いやすいのかもしれないパルシェン。何レベで何を覚えるかをちょっとね分かってないんだけど、15とかで結構いろいろ覚えたはず確か。え、連結とかだって中でできなくない？届くよね。よし。もう一個先。多分2マスだったか4マスのはず。やばい、ハイドロポンプなくなった。使うべきだよねきっと。なにこれ、まじない分だな。あ、これ持たせましょう。とりあえず。で、オーロラビームを発射させる。回った方がいいのかな。え、どんなもんなんだろう。お金とか別にいいんだけど、アイテムが欲しい。なかった。ある程度回ったら進むようにします。じゃないとなんか、時間もかかるし、危なくなりそうな気がする。たつぼみね、頑張ってる。皿を破る。きた。7。よし。雨降った、湿り気。お金ないんですけど、351買えるのある。不幸の種、これ買えない。あ、買える。おかわり、買える。返しいらない。ピントレンズがいらない。よし、これでいい。喧嘩売らないですよ私。あ、ちょっと待ってね。はい、危なかった。ここで喧嘩売ったらもう絶対死ねる。カプレオン喧嘩売ったら絶対にやばいやつだよね。お、すごい大きなリンゴもあった。頑張ってみんな。よし。お、技成長した。やばい、なんか砂嵐になってる。これはもうそっくり出た方がいい。出る出る。ダメダメ、みんなが倒れる。よし、すごいな。リンゴを食べると、はい、プリン。まだプリン。あ、来た、ゴリ押しだって。よし、仲間ね増やした方がいいと思うんだけど、やめてほしかったわチャームボイス。ハイドロポンプ強いな。なあ、観測系がないんだよね。それいらないな。頑張ってみんな、頑張って。復活アイテムないからね。よし、お、ここまでだ。いやー、そんなところにいたの。ハイドロポンプ、よし。怖いな、つぼみだ。
だ？あ、結構いる。ハイドロー。ユーマスだからいけるよね。きたー！早いわ、鬼成長。嬉しい。で、アイテムを取りに行きたい。よし、頑張ってみんな、これもらっていこう。進みます。どこまで上がれるんだろう今日。ちょっと今回マイナスの種とか出ましたね。なんかしてるな。大丈夫？大丈夫か。よかった。なんか落としてる。嘘、ごめんね。やってあげられないや、それ。コラッタなら大丈夫でしょ。誰かお願いは。ごめん、何もしてあげられない。オーロラビーム、ミス。ハイドロポンプ。ご飯食べよう。大きなリンゴを食べる。よし。いやー、ひどい。ん？ハイドロポンプ当たんないんだけど。当たった。もうなさそうだね。なさそうだけど階段がないや。日本バレ。え、階段どこ？お願いだ誰か。私も誰かなんだけど。いやー、水ってね、吸い取らないで。倒れたくない。ハイドロポンプのためにリカバーを飲むとだいぶ辛いですね。うわー、なんだって。これどうするの。いや守るよ。いや守るしかないでしょ。これ何、泣いてもいい？なんもないよ。ちょっと待って、ハイドロポンプで、マジか、これ死ねるよね。これで潰していくしかないってことでしょ。お、来た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 。ちょっとそっからやって、お願い。あ、レベル上がった。まだ急なんだけど。どうしたら、あ、倒れた。え、私終わりじゃない？ほら終わったね、5回までしか行けない。もらうのもしません。こうなるんだ、わかった。5までで1に戻っちゃうんだね。やり直すんだね。なるほど。あ、でもあれなんだ、覚えてる技が違う。え、これって最初から覚えてる技の厳選やった方がいいってことですよね。そういうことですよね。だって毒菱持ちだよ。あ、なるほど、わかりました。ってことはパ
ルシェンが最初から覚えてるその初期技が何があるかっていうのを厳選していった方が良いんだねっていうことが理解できました。でもレベル13までいけばトゲキャノンがあるから行きやすいっちゃ行きやすいんだなっていう風に感じましたね。ただなんですよね。ただフロア全部アイテム拾ってから行くっていうのを今回やってなかったんで、そこは反省です。はい、次回今の状態で行けるかをちょっとわからないですけど、もう一回上がってみたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!